スター・ピープルチャンネルをご覧の皆なさんこんにちは作家の奥田恵ミ美ですこの度、ナチュラルスピリットさんからこちらのアインソフの物語という本をですね発売させていただきましたこの物語はアインソフという男の子がですね冒険に出る物語なんですけれども このアインソフ君はですねそもそも例えば皆さんもこういう疑問を持っているかもしれないんですけれども、えー、なんでこう生きているんだろうとか、えー、どうして生まれてきたんだろうとかこの宇宙は、えー、なんでこうそもそも存在しているんだろうとか、えー、この宇宙に終わりはあるんだろうとかそうしたですね、えー、疑問をですねそもそも持っている男の子で。えー、このの疑問の答えを探しに 旅に出るというストーリーでこの男の子がその旅の途中ですねいろんな人に出会っていろんなことを考えてですねその老人がですねこのアイン・ソフの答えを持っていて彼はその答えにたどり着くっていうお話になっています。 そもそも、まあ、あの私は「引き寄せの法則」の本とかをたくさん書いていたんですけれども、えー、引き寄せの法則っていうのは、えー、自分と同じものを引き寄せるよという法則ですね。で、えー、じゃあなんでこの「引き寄せの法則」が働いているのかっていうことを考えたときにあ自分イコール世界だからなんだっていうことはですね えーまあ、ずいいぶん前かから分かっていてそれを結構そもそもですねもう多分生ま,れ生まれた時からこの自分の考えていることとこう目の前の世界っていうのは関係あるなっていうのはあの誰に教えられるでもなく知ってたんですね。でこれも多分本当記憶というかですねだと思うんですけれども、まあ、知っていて。 ででそれをもとに「引き寄せの法則」の本をですねたくさん書いてたんですけれどもその2020年の4月ですねちょうど本当コロナ騒動が起き始めてもう世の中がもうぐわーってこう動いてた頃なんですけれどもあのその頃時にですね、えー、量子物理学とあと仏教ですねにですね まあ出会ったあそれはでも多少の知識はありましたけれども、まあ、そこでちょっと本格的にいろんな本を読んだりですねいろんな話を聞いたりそれもなんでと言われたらもう困るというか <laughs>、あのー、急にそこに興味が出てきて、まあ、そこで、あのー、今までは私の中で自分イコール、まあ、目に見えている世界なんだっていう認識だったんですけれども。 えー、その世界に触れるうちにあ自分イコールもう全部宇宙なんだとこれもねあのどうしてって言われたら困るんですけれども本当分かってしまったっていう瞬間があってですね、えー、まあ,あの仏教でですね「あの色即是空っていう言葉は皆さんよく聞かれたことはあると思うんですけれども、まあ、結局だから引き寄せの法則も色即是空だから「 起こるというか見えているものとあの四季っていうのは見えている世界ですねで空っていうのは見えていない世界なんですけれどもそこが同じだから、えー、自分の思っている見えてない世界ですねが見えている世界に現れ,る現れてるっていうこの言葉がですねもっとどういう本当どういう意味なのかっていうのが、まあ、量子物理学とかと合わせてこう調べていくうちに。 見えている世界っていうのは、まあ、存在しないというかですねそう言ってしまうとちょっとええってなるかもしれないんですけれども、えー、でも量子物理学でこうの世界で言われていることは、まあ、結局そもそも全ては素粒子であるとこう見えているように見えるだけであって目に見えているものは存在してないと。素粒子は存在してるんですけれどもだから何も存在してないというわけではないんですけれども。 その存在してない素粒子の状態っていうのは本当の状態であってでそれはもうこ宇宙のすべてをカバーするものであってつまりその自分っていう存在は、えー、その素粒子でありその宇宙すべてであるっていうことをもうなんか思い出したとしか言えないんですけどあそうだそうだみたいな感じで分かったっていうのがその頃です、ね、<laughs> はい。でですね。まあ、この本の本最初にですね 過去現在未来に無限に存在する全ての私の分身たち世界の本当の姿と自分についての真実を求める全ての人々にささぐってあるんですけれどもあのまあほとんどの人はまあ自分といったらこの肉体とそこに付随している精神だとあの思っていると思うんですね。ででもも肉体がなくなくくっってて、えー、やっぱり自分いいいうものは続いていくわけで 自分というのはやっぱり肉体ではないんですよね。うん、その自分がじゃあ肉体ではないということですね。だか一つのこのここに固定された物体ではないということなんですよね。でじゃあその精子の状態ですね。であれば普遍的にどこにでも存在していると言える。まあ、ここにも存在しているあそこにも存在している、えー、し。 えー、そこにはですねすすての可能性がででにあるわけですねあのまだ目に見えている状態ではないにしても自分がこうなるかもしれないああなるかもしれないとか過去こうだったとかっていう情報としての自分っていうのはもうすべてここに今あるわけでそういう意味で本当に重なって存在しているわけですね。ももももう今現在在過去にも未来すべてて存在しいいるる、まあ、それがいわゆる、まあ よくスピリチュアルで言われるパラレルワールドとか言われるんですけれどもそれは本当にあの、まあ、物理的にそういうのがあるというわけじゃなくてその可能性の,の情報として全てはあると。でそ,その私たちそれは全て自分であってその全てを自分に捧げるっていう意味でこの最初の文は書いています。 であのー、その時に体験したもう自分とは宇宙なんだっていうその体験で、えー、それは、えー、量子物理学とか仏教から学んだことなんですけれどもそこで、えー、自分が学んだり体感したことがこの「アインソフの物語」という中にですね、えー、全てこう盛り込んでですね えー、この仏教だったり量子物理学が伝えようとしている宇宙の本当の姿であったり自分という存在の本当の姿を、えー、もっと分かりやすくですね、えーまあ、子供にでも分かるような形で物語にしたのがアインソフの物語になります。 やっぱ私自身もですねコロナの前っていうのはインドネシアの方に住んでいたんですねで,で私の場合はもうちょうどですね2020年の4月に日本に帰ろうと決めていたんですねでちょうど娘,の、えーつが,えー、娘がですね中学生になるタイミングで,でずっと向こうのインターナショナルスクールに入れてたんですけれども、えー、だんだんこう 英語はできてるんだけれども、えー、やっぱ日本語もちゃんとできないとかっていうのもあってですね、えー、中学からは日本に入れようと決めてたタイミングで、えーまあ、もう準備も帰る準備もしつつある中であのコロナ禍がですね、えー、起きましてで当時はですね本当はあの次の日の予定がわからないというかですねもう毎日毎日ほんと状況が変わるっていうような感じでですね。で私もあの 当時2020年の3月末に日本に帰る予定にしてたんですけれどもこれ待つまで待ってたら帰れなくなるんじゃないかみたいな感じでした当時は本当に。でちょっと早めてですねほんと荷物とかも全部片付けられないままに帰ってきてでまたすぐ帰って荷物片付けようと思ってたらもう2年近く経ってしまったみたいなちょっと本当考えられない状況 なんですけれども、まあ、そんなふうにあの自分の思惑とは別なことが起こったりとかこう抗えない流れに巻き込まれたりとか、えー、そういう方が結構ですねあの多かったと思うんですね。うん、であの、まあ、よくですね「風の時代に入るよ」とかあのいう言葉をです、ね、聞いたことある方とも多いと思うんですけれども。 うん、本当にだんだんと自分が本当にこうしたいという思いですね、まあ、そもそもの設定それはそもそもそも設定されてるんですけれども、えー、そうしたものに抗えなくなってきてる時代で本当そのコロナによってもういろんなそれぞれみんな起こってることはね全然違うと思うんですけれどもそのそもそも本当の自分 の設定の方へぐぐっと戻されているなと本当にコロナその本当に象徴的な出来事なのではないかなと思っています。